はい、どうも、外役のゴンゲ、リュウです。さあ、本日はですね、環境外デッキ選手権における、最低最悪の最強迷惑デッキをね、ご紹介していきたいと、いうふうに思っております。環境外デッキ選手権っていうね、大会を私、開いておりまして、で、要するに、どういう大会かっていうと、めっちゃ強いカードは使っちゃダメみたいな、大会なんですよ。で、普段活躍しないようなカードを活躍させようみたいな大会なんですけども、今回はですね、チェーンベイトっていうデッキ皆さんご存知ですかね。これ一回動画にもしたんですけど、さすがにランク戦とかではなかなか活躍できなかったんだけども、環境外デッキにおいては爆発的パワーを誇ります。どういうデッキかご説明していきましょう。エースカード、積み上げる幸福です。これチェーン4以降に発動できる。デッキからカードを2枚ドローするというカードなんですね。これね、強欲なツボなんですよ。要するに。このカードを使いたいっていう、そういうデッキですね。で、チェーンをいっぱい、積み上げて、で、相手のカードを破壊したりとか、相手除去したり、なんか自分は逃げたりとかしながら、積み上げる幸福でアドバンテージを稼いでいくっていう、そういうデッキですね。もともと OCG に、あるギミックなんですけど、チェーンビートっていうのは。で、どういう風にやっていくかっていうと、こいつらっていうのは、自分で自分を除外することができる、逃げることができるフリーチェーンで、カードなんですね。本当はね、ベルトサンダーバードっていうモンスターがいると、結構ね、もっと簡単なんだけども、サンダーバードまだいないので、デュエルリンクスに。なので、こいつらになりますね。代用カードというか。で、ゼンマイラビットは、自分を除外しできるよと。で、こいつも自分除外できるよっていう、カードなんで、こいつらで逃げていくと。で、除外して、次のなんかエンドフェーズとか、次の自分のスタンバイフェーズに戻ってくるよみたいなカードなんで、こういう効果と、あと、例えばゼロフォースね。これ除外されたら、フィールド上のモンスターが、自分のフィールド上のモンスターが除外されたら、相手のフィールドのモンスターの打点をゼロにできるよっていう、分断の壁みたいなことができるよっていうカードと、あとそれからこのグレイモヤ発弾っていうね。これね、フィールドの表が攻撃表示モンスターを2体対象にとって、不発弾を設置しますと。で、どっちかのモンスターがフィールド上から離れた時に、このカードが破壊されて、で、このカードが破壊されたら、最初に対象に取った2体のモンスターを破壊するよっていう効果なんですけども、自分で逃げるモンスターたちがいると、なんと相手のカードだけ破壊できるカードになります。強いです、これ非常に。だから自分のモンスターと相手のモンスターを対象に取って、自分は逃げればいいんで。そうするとめっちゃ強いんですよ。なんで、これが除去札。で、あとはまあチェーン稼げるプラス、横にできるフリーチェーンで、使える、このイタクアとかアヌビスとかいうカードが入ってるっていうことですね。で、環境外デッキ選手権でそろそろ禁止化が囁かれているハンマーシュートと地割れも入れて、迷惑に相手の、カードをもう見るも無残に除去していくというね、そういうデッキです。早速やっていきましょう。それ、迷惑じゃない？デュエル、スタンバイ。さあ、やっていきましょう。環境外デッキ選手権の問題児。これで環境外とか言い張ってるからな、これ。マジで迷惑なんだよな、これ。レプテレスゴルゴン、出た。このカードが攻撃したダメージ計算、このカードが戦闘が終わったモンスターは攻撃がゼロになり、表示消し変更できない、強い。さあ、なかなか強そうなモンスター来たな、レプテレスゴルゴン。やっぱね、環境外デッキの、かぶったか。環境外デッキ選手権のいいところは、ガチで知らねえカードがいっぱい出てくるってことですね。解説不能みたいな。解説不能みたいなカードが出てくるところが一番いいところ。さあ、来い。何？インボール盾。これなんだっけ？なんか戦闘で破壊されないみたいな。このカードは、攻撃表示の場合、一旦時の時戦闘で破壊されない。強い。なかなかめんどくさいね。あ、それで戦闘で破壊されないからぶん殴っていくってことね。普通にぶん殴って、攻撃力をゼロにしていくってことね。まあいいや、こいつ逃げれっから。一回グレイモヤ不発弾ぶっ込んで分からせるか。異次元の探求者の効果発動。いやでもこれ一回ちょっと待って、チェーンしたいからこれこうでいいや。こうだ、ちょっとね、積み上げる降伏したい。さあ、攻撃力がゼロになったぜ。よしよしよし、無力化してやったぜ。ドロー、ゼンマイラビット来た。オッケー来た。でゼンマイラビット召喚ですね。で異次元の探求者入ってくる。でバトルフェイズ入る。でぶん殴る。おれ、あれこれダメージもゼロになるの、強っ。また戦闘、あ、自分への戦闘ダメージゼロになる、強い。なるほど、やべ、敵地と読めなかった。まあいいや、次分からせるわ。じゃあ次のターンで分からせる。レプティレスバースキットが来てくれたら嬉しいんだけどね。
レプティレスバースキも環境外デッキではあの性能ぶっ壊れてるって言われてますからね、あのカード。さあ、そのセットカード何かな。レプティレスだとしたら、カメからなんかですかね、守備力2000ある。なんか破壊されるとレプティレスサーチみたいな。カメがいるんですけど、攻撃力が0で守備力が2000のやつ。あいつとかですかね。さあ、ウォビビッチだと。全然ちゃうかった。さあ、どうする？ウィッチぶん殴ってくる感じか。おい、やべえモンスター来たな。アルティメットティラノ、はあ、はあ、で黒木森のウィッチ、はい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 、なるほどね。これは別に打点が下がるだけでしょ、これ別にいいですよ。さあ、結構ですね、環境外デッキ選手権はプレイングが分かりませんので、プレミスというのは気をつけていきたいといったところ。暴れ牛鬼、なんだこのデッキ、意味不明なデッキ使ってんじゃねえぞ。お、わかせまーす。ゼンマイラビットの効果発動。ゼンマイラビット自身を対象にとって、このモンスターを除外するという効果、そしてその効果にチェーンし、グレイモヤ不発弾の効果発動。ゼンマイラビットと、アルティメットティラノを選択、さらにその効果にチェーンし、異次元の探求者の効果も発動。さあ、異次元の探求者は逃げる。そしてチェーン4、積み上げる幸福発動。このカードの効果によってカードを2枚ドローしていく。強い。最強すぎる。バカ強い。次元の探求者来た。さあ、ゼンマイラビットが帰ってくる。そしてスキル発動。終わらないわら地獄でグレイモヤ活動を回収。強すぎる。なんて強いんだ、なんて強いんだこのデッキは。意外とね、あのランク戦で一回これ使ったんですけど、この前のデッキね、なんか釣り天井とか入ってるパターンのデッキ、あれ使ったんですけどね、意外といけたんですよね、勝率15% から 20% って感じだった、その時は。まあ、環境外デッキ選手権ではもうほど向かうところ敵なしって感じだから、もう強すぎてる。影とかがいいだろう、影とかがいいだろう。さあ、ランク4か、いいだろう。さあ、いいぞ。さあ、グレイモヤ不発弾の効果あるの知らねえだろうな。別に牛鬼の効果扱っていいぞ、いいぞ。暴れ牛鬼の効果、なんで暴れ牛鬼なんだよ。うら、いや、うまいね。コイン、トスうますぎか。さあ、ランク4か、なんだこれは。かけたわけ入ってるってことはランク4かな。キングレムに行かなかったですかね。はいはいはい、キングレムに行きました。出た、お、守備表示。なに、てめえグレイモヤ不発弾ケアしてきてんじゃねえぞ。グレイモヤ不発弾は攻撃をシモンスターにしか発動できないからな。あいつ鬱陶しいな。あいつ鬱陶しいことしてきたな。グレイモヤ不発弾で除去されないように守備表示で置いとくってことか。お前誰やねん、レプティレスバイパー。このカードが召喚に成功したとき、相手フィールドの攻撃力0のモンスターいった対象にして、その攻撃力0のモンスターのコントロールを。へえ、おもろ、おもろいけどそんなことは関係ない、ね。無慈悲なカード、理不尽なカードを発動してやるぜ。くたばれ。くたばれ。いや、このカード禁止だろ、このカード禁止だろ絶対。あ、逃げまーす、あ、逃げまーす。いや、これダメだろ。地割れとかさ、アンマーシートとかさ、強すぎるんだけど。これちょっとね、環境外デッキ選手権の環境にもテコ入りが必要ですね。これ環境調整ムッズ。さあ、お相手の方、アスカキララ選手、よろしくお願いします。強い3倍ね、幸福かぶりか、幸福かぶり、まあ、次のデッキトップがなんか違う罠かもしれない。ターンを終了する、ゼロフォース、いいだろう。ゼロフォースでもチェーン組めねんだよな。ゼロフォースって、ゼロフォースってね、ちょっとね、このね、ここでなんか除外されてすぐに発動できるカードじゃないんでね、ちょっと、ね、これはね、そんなにね、難しいじゃねえや、簡単ではないです。シャインエンジェル、お、シャインエンジェル、出た、サテライトキャノン来た。このカードはレベル内からモンスターとの戦闘では破壊されないとかいう最強の、あ、やば、強っ、それ強っ、やばい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 、守備表示やべ、グレイモヤ不発弾ケアしてくんだ、
これあれかで、あの強化 CM かヘビーアーマーを、あ、え、あ、そっちなんだ、へえ、なるほどなるほどなるほど。で、美咲ちゃんの効果で、もう一回出せる、これもしかしてあれですか、サテライトキャノン、サテライトキャノンですか。モンスターをアドバイス召喚、モンスターを。サテライトキャノンゴリ押しすぎだろ、ふざけんなよ、ふざけんなよ、あいつ。グレイムやカツダのケア打ってほしいな。ちょっと強引に通道を押していくか。異次元の探求者の効果発動、異次元の探求者の効果に、さらにチェーン4、イタクアの暴風の効果も発動、さらにチェーン4、積み上げる幸福の効果発動。さあカードを2枚ドローさせていただくぜ。シャ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 、よし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 、いいぞ、よしいいぞ、行くぞ、私のターン、ドロー、異次元の探求者、ほう、ちょっと自分ハンマーシュートいいですかね、自分ハンマーシュートいいですか。かわいそうに、かわいそうにな。殴ってもいないんですよねこれ、戦闘ができない、鬱陶しいな、タンシロ。ですね、逃げて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 ですね、これ逃げて逃げて積み上げる幸福ちょっと腐ってますけど、これモンスターが違うとチェーン4までいけるんですけどね。はいはい、サテライトキャノンの効果発動で2000になっていく。やつめんどくさいんだよな。まあエクシーすれば突破できるんですけどね。さあグレイムヤカさん来た、グレイムヤカさん来たのでかい。さあその伏せカードなんだ。あー、黒木森のウィッチいいだろう、黒木森のウィッチいいだろう、黒木森の位置でシャインエンジェルをサーチ、いいだろう。ターシロだ、エクシーズモンスターでは。ちなみにサテライトキャノンは普通にぶん殴れるんでね。シャインエンジェル召喚、ほういいですよ、いいですよ。あれあれれあれあれあれ、それはいいか、それは。でもゼロフォース使う、ゼロフォース使うのあるの、普通にシャインエンジェルでリクルさんめんどくせえな。ゼロフォース使おう。うわー、そしてゼロフォース。トラップ発動。はい。あ、こいつ対1か。こいつの方か。まあでも攻撃力がゼロ同士では戦闘破壊されないっていうね、なんか謎の仕様なんですよねこれね。これ遊戯王のルール結構これトリビアじゃないですか。これトリビアの泉に出せるやつ。あ、来た、ゼンマイラビット来た、ゼンマイラビット来た。終わらない、同じく発動。あー、いらねえ、今いらねえ、めっちゃ来た。積み上げる呉服、そんなにいらない、積み上げる呉服は。モンスターを攻撃表示でしょ。これ一回逃がしとこうかな、一回逃がしとく説結構ありますね。まあでも相手なんでもいいけど、まあこれでバトルフェーズ入って、で普通にシャインエンジェル殴ってあげましょう、しょうがない、そんなに戦闘破壊してほしいんだったら殴ってあげますよ。さあシャインエンジェルが破壊されたことによって効果を発動。さあシャインエンジェルの効果によってサテライトキャノンを特殊召喚、はいはいはい、いいですよ。一回逃げて、ほ、これで打点が戻る、よーし、ターンしろ、ターンエンドだ。これね、すぐ戻ってこれれば一番強いんですけどね、ベルズサンダーバードがマジで一番強い、本当にベルズサンダーバードが欲しい。さあ来い、サテライトキャノンは、でも一体墓地に行ってっからな、あいつ一体墓地に行ってるんでね、今そんなに強くないですね。融合できないんじゃねえ、あいつ融合入ってんだろ、どうせ融合入ってんじゃねえかな。あ、本当はねこれ釣り天井とかいうカードが最強なんですけど、モンスター効果発動、はいはい、いいですよ、いいですよ、いいですよ。じゃあ普通にエクシーズしてぶん中に行きますか。あー、ゼーマラット来た。じゃあエクシーズしてぶん中に行くか。ゴーストリックアルカードの方がいいか。ランク3立てて、まあ本当はね、リバイスドラゴン出してあげたいんだけど、2500バニラ。2500バニラ出してあげたいんだけど、まあ、そうは言ってもアルカードだな、これは。じゃあゴーストリックアルカードをエクシーズ召喚。マジでランク戦で見ないカードしかないんじゃない今、本当に。何そのカードっていうカードばっかり出てきてませんか皆さん。どうですか皆さんはご存知のカードが出てきてますかこの盤面で。
さあとりあえずこれぶん殴っていこう。モンスターで攻撃。よし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 。さあでも3000なんとか次の、あでも殴ってくるかなアルカードは。さすがにはい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 、アルカードは殴ってくる感じですかね。あさあモンスターをセットいいですよ。バトルフェイズ入りました。サテラテキャノンでぶん殴ってきます。サテラテキャノンでぶん殴ってきます。ゼンマイラビットの効果発動、ゼンマイラビットを対象にとって除外したいなという効果に支援し、グレイモヤ不発弾の効果発動、ゼンマイラビットとサテライトキャノンを選択し破壊させてもらうぜ。そしてその効果に支援し一元の探求者の効果も発動。一元の探求者は自身をゲームから除外することができ、さらにチェーン4積み上げる幸福活動、トラップ発動最強。うわつえつえ、お出た、最強のトラップカードだ。サテライトキャノン3体をゲームから除外しサテライトキャノン X デロケスバルサも融合しようどんだけバルサム出してんだよ。アルカードの効果発動。さあ Z カードを破壊させてもらうぜ。そして手札から理不尽すぎる無慈悲なカード地割れを発動人間のやっていいことじゃねえ、人間のやっていいことじゃねえ、あまりにも人間のやっていいことじゃねえことしてる今俺。デュエルリンクス重犯罪法違反、これ懲役500億年はあるんだこれもう出せんだろさすがに、もう何もできんだろあなたこれをやってはいけなかったな。いやこっちか、一戦の探求者で攻撃。なあやっぱ1個いっていいか、このデッキマジで迷惑じゃない。